この動画はバイコン JP アソシエーションの理事のうち3名に理事ってどんなことしてるのという趣旨でインタビューしたダイジェスト版です。清水川さんに来ていただきました。清水川さん、自己紹介お願いしたいんですけども。はい、バイコン JP アソシエーションの会計理事をしています清水川です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。吉田さんに来ていただきました。吉田さん、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。はい、ですね、吉田です。Python JP の、理事を、しているということで、今回のインタビューに参加することにしました。普段は、Linux の、サポートする企業で、働いていますと。はい、こんにちは。ヨナスさんに来てもらいました。ヨナスさん、ちょっと自己紹介簡単でいいんで、自己紹介お願いします。はい、ヨナスと申します。Python はもう長くやってます。まあ、15年以上やってまして、はい、Python も結構あっちこっち行ってて、はい、まあ、Python JP も2013年から参加したりしてます。はいはいはい、そして、まあ、Python JP スタッフも結構やってます。で、はい、まあ、PyconJP アソシエーションの理事をやってます。理事として主に担当していることを教えてください。はい、まあ、ちょっと自己紹介でも言いましたけど、会計理事ということで会計を担当してます。はい、で、一社の資金管理とか、はい、あとは入出金の管理、記録であるとか、支払いの承認であるとか、はい、あとは、その決算、大体1年に1回は決算っていうのを行って、1年間の、入金、出金の総額みたいなのをまとめたりするんですけども、そういったものを取りまとめをしてます。はい、実際の会計については、会部の会計会社、会計事務所さんにお願いしてやってもらってるという感じですね。はい、そうですね。はい。法人、私たち一般社団法人なので、1年に1回ちゃんと決算をして、はい、その社員総会って総会をやらなきゃいけないんですよね。で、そこで承認をしてもらわなければいけないと。非常にまあ法人ということなので、しっかりその辺はやらなければいけない。期日もしっかり決まってますし、もちろん適切な形で税金を納めたりとか、うん、適切な形の処理をするというところですかね。はい。主に理事として担当しているタスクなんですけども、はい。まあ、年次で、PyCon JP の、まあ、イベント、まあ、PyCon JP2022 とか、ですね。うんの、イベントを、開催しているわけですけども、こちらの、はい、スタッフ活動と、うん、まあ、それに関係するところで、まあ、一般社団法人側の、うん、その PyCon JP と、まあ、連絡役というところを。つなぎ役っていう感じですかね。そうですね。以前は吉田さん座長を3年間やられてて、その後すぐに、まあ、サポート側というかですね、実際にイベントのサポート側に、まあ特に理事になってから回っていただいてるのかななんて思ってるんですけど。はい、やっぱり、スムーズに、毎年座長が変わるので、うん、その辺を、サポートするというところが、必要でしょうというところでなります、うん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 。そうですね。はい。はい、まあ、特に、その、まあ、担当してるタスクはそんなにないんだけど、うん、たまにその海外のコミュニティとかカンファレンスとの連携したり、はい、あと、まあ、PyCon JP のイベントも、まあ、スタッフをやってますから、その、はい、そこの、まあ、PyCon JP との連携もやってます。はい。ありがとうございます。特にね、海外との連携なんかで、BSF と連携したりするときに、ちょっとやりとりお願いしたりとか、そうですね。いろいろと、はい、やっていただいてるかなというふうに思います。理事をやろうと思ったきっかけ、ずいぶん前のことかもしれませんが、理事をやろうと思ったきっかけを教えていただきたいと思うんですが。はい。もともとは、一般社団法人っていうものがなくて、PyCon JP というイベントをやりましょうということで、2011年に始まったわけですけども、はい、まあ、準備は2010年からですかね。まあ、その時に、立ち上げの活動から参加してます。はい、でその後、継続をして、イベント、PyCon JP というイベントを毎年やりましょうっていうことをやってきたわけですけども、まあ、イベントを毎年やっていくためにはお金の管理もしっかりやらなきゃいけないし、まあ、あとは、法人っていう、なんていうんですかね、団体の、というものがあると、そういうイベントを毎年やりやすくなるというのもあって、まあ、イベントの、
法人の立ち上げっていうのに関わって、その法人っていうのを支える理事っていうものの活動に入ろうというふうに考えました。ですね。理事をやろうと思ったきっかけは、やっぱり、PyCon JP の座長を、2017から2019にかけて3年間やりまして、イベントとしては、一般社団法人から、受け負ってというか。委任してですかね。割と、権限を使用して、やって、はい、やるわけですけども、それでもいろいろと、やっぱり、一般社団法人側と、調整したりするところは、多々あるところなんですけど、そういうところが、やっぱ、特に最初の時ですね、1年目とかよくわからなかったと。うん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 、いうところが。吉田さん自身が座長をやった1年目の時にやっぱりちょっと分かりにくかった。なかなか、立場的なも難しさみたいなところですかね、座長としての。そうですね。はい。で、そういうところでもうちょっとスムーズに連携できるといいだろうなというところで。はいはい、日本にいる、日本にいる海外の Python のユーザーとか開発者、の、レプレゼンテーションをしたい。はい、はい、はい。アソシエーションで、その多様性をちょっと高めたいなと思いました。はい、はい、そう。はい。理事をやってて、今まで理事をやってて良かったことって何かありますか？いろいろあると思いますが、特に、この質問を見て、思ってたのは、日本の中の様々なコミュニティに会えてよかったと思います。多分コミュニティの、はい。そう、多分理事にならない場合は、多分PyCon、ミニPyCon九州とか、行ってないと思うかもしれないし。はい、おー、そういうことか。で、そこを行って、すごくよかったと思います。その海外のPyCon に参加してるんだけど、PyCon JP のアソシエーションで、リチもやってるのから、あそこの PyCon のオーガナイザーたちとか、話もできるし、いろいろ、勉強になるし。ああ、確かに。大きいのとしては、最終的に去年とかですね、おととしに、理事が、PSF から、Python ソフトウェアファウンデーションから、コミュニティサービスアワードという形で、表彰されて、で、それが実際に去年の PyCon US 2022の現地で、表彰されたというところに、現地に行くことができて、壇上で、盾をいただいてたというようなところは、すごい、予想してなかったんですよ。そんなことがあるとは思ってなかったんで、ですけども、これは、すごい予想外の喜び。すごく嬉しかったなというふうに。単純なところで言うと、会計とか決算っていうものに対する知識が増えたなっていうのはすごく感じていて、ある意味会社の運営をしているようなものなので、もともとPyCon JP というイベントをやるっていうのも会社というか組織の運営をやっている感じで、何かこう決定をするとか、スケジュールに対して何が重要で何を決めなきゃいけないかみたいにやってたわけなんですけども、今度は会計とかでそのイベント、一般社団法人の法人に関わるということで、会社運営っていうようなイメージで関わっている。会社そのものでの運営そのものではないんですけども、それに関するような知識っていうのがすごく増えたなとは思っています。そうですね。今の、続けるっていう、継続のための組織っていうのは一個あって、毎年毎年のPyCon JP というイベントだけじゃなくて、これをじゃあ来年どう続けていくのかとか、どうなっていってほしいのかとか、そういった視点で見るようになったっていうのもありますね。理事をやってて大変だったなと思うこと、どんな思い出でも構いませんし、何かありますか？そうですね。理事という意味では、そこまで大変ということはないんですけども、会計理事というところで言うと、毎年年度末が
はい。パイコン JP の、一般社団法人パイコン JP の年度末で12月末。一般社団法人パイコン JP アソシエーション。ああ、アソシエーション、そうですね、はい。途中でアソシエーションっていう名前をね、ちょっとつけたんですよね。はい。そうですね。一般社団法人パイコン JP アソシエーションですね。はい。はい。アソシエーション。っていう意味では、はい、年度末が12月末で、はい、決算が2月になりますね。はい。2ヶ月後までに、っていうのが決まりなので、はい。はい、で2月の決算に向けて忙しくなっていくということで、だいたい12月の終わりぐらいから2月の半ばに向けて決算をまとめていくということになるんですけども、なぜか毎年この時期に個人的にも忙しいタイミングが重なってです、ね、まあ、年度末ですしね、実際に2月3月ってのは比較的、日本中忙しくなりやすい時期ですよね。はい。そうですね。まあ、なので、ちょっとこの時期は毎年なんだか忙しいなっていうのはありますね。うんうんうん、確かにね。はい、まあ僕に、まあ一番大変のは、まあ、言語なんですけど。言語、まあ、日本語っていうことですよね。自分の日本語能力不足のためで、ちょっといろいろ、まあ理事の仕事が大変になってしまいますが。そうですよね。理事を継続しているモチベーション。まあ、何に良かったんですかって質問をさせていただいてますが、逆に今度は継続しているモチベーションっていうのはどうでしょうか？そうですね。まあ、まあ、パイコン JP アソシエーションも、まあ、仕事が終わらないと思うので、まあ、誰かが続けないといけないと思う。うん、あ、はいはい。で、そうですね。まあ、じゃあ自分もやった方がいいんじゃないかなと。はい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 、なんか、他の人に任せなくて、自分でやった方がいいんじゃないなと、まあ思います。はい、まあ、リーチの仕事も楽しいから。ありがとうございます。そうですね。で最近ちょっと、まあその、特にコアスタッフとかが増えてるんで、はい、うん、はい。すごくいいと思います。まあ、なかなか、普段ですね、普通の、会社員で、うん、まあ、経営層でも何でもない。はいはい。一般の社員なんですから、サラリーマンですから、はい、なかなかですね、まあ、経験できない活動が、できてるかなというふうに思ってます。カンファレンスとか、はい、の開催とかも、Python の普及活動関係について、まあ、お金込みでですね、例えば、まあ、開催について、まあ、会場費を出したりとか、まあ、うん、いろいろなイベントについて、その、例えば講師の派遣隊をどうしようとか、うん、そういうところ、お金込みでどういうふうにお金を使うと、まあ、Python にいいのかみたいな話ができる場とか、そういうところが、うん、まあ、一社のミーティングで話せたりというようなところは、すごく、面白い場だなというふうに思っています。そうすると、まあ、興味を持った人がいたら、どういう人だったら理事になったらいいんでしょうかね。なんか、そういうイメージってありますか？そうですね。うん、まあ、やっぱり、まあ、Python の活動とかに、やっぱ関わっている方で、うんうん、やっぱり、まあ、スタッフ活動とか、今までのやっぱ普及活動とか、どういうのをやっているのかというか、そういうところに実際に関わったことがある方の方がよりいいとは思います。そうですね。まあ、その、まあ、日本の Python コミュニティの中で、うん、まあ、多分その Python JP アソシエーションの、まあ、聞いたことある方が多いと、うん、まあ、はい、思ってますけど、はい、まあ、その、まあ、アソシエーションが 何をやってるとか、なんであるとか、そういうのしてる人が、そんな、多分、少ないと思うんで、うん、確かに、で、その、理事になれるとか、うん、まあ、理事になれないと思う人も結構いると思ってしまいますが、うんうんうん、で、その、まあ、今聞いてる方とか、その、まあ、パイコン JPSA セーションってそんなに、まあ入りにくいんじゃではないんで、ぜひ、ね、まあ、その、まあ、医者の、まあ、アソシエーションのミーティングに参加したりとか、うん、まあ、その、理事になったりとか、うん、方が、まあ、ありがたいなと。なんか、その、うん、誰、まあ、基本誰でもできる仕事ですよね。そうですね、はい。もちろん、はい、そうですね、はい。Python そんなに書けない人でも、
はい。とか、うん、そういうのは全く関係ない。理事になるとか、理事で何かやれることっていう意味で考えるよりも、バイクソン関係のコミュニティを運営する、支えるって言ったようなこととか、うん、あとはバイコン JP のイベントをやっていたスタッフ、参加者だったんだけど、こういうふうなことをやりたいんだけど、みたいな感じで考えてる人がちょっと関わってもらえるといいのかなとは思いますね。はいはいはい。何かオープンソースはずっと使っていたので、はい、オープンソース関係の何かの組織に入って、はい、支えるとかって言われると、はい、まあ、10年ぐらい続いてる組織に入ってて理事になりますって、多分難しいんじゃないかと思うんです。難しそうですね。確かに、ね。確かにそんなに Python も使って、そんな歴も長くないしとか、関係性もそこまででないしって思っちゃう人は多いかもしれませんね。そうなんですね。